僕は昔から本当にこう何て言うか迷ってたんですね。まあ靖国神社の問題、信教の自由の問題、それからそれとあまりにも違う日本人の実際の行動ですね。もちろんキリスト教信者、僕は割合とお寺様にも神社にも、それから、キリスト教の教会にもよく行くんですね。神社ですと、ニュー川上神社、下社のようにですね、非常に古い神社から、まあ、靖国神社のような、まあ、人工的に言ったら失礼なんですけど、作られた神社、何度も含めて。それはどうしてかというと、みんな尊敬できるんですね。牧師様の話を聞いても、非常にこう心に染みるものがあります。で、日本人の行動を見ますとね、まあ、11月にはハロウィンで騒ぐと。これはケルト人の祭りなんですが、ケルト人の祭りっていうのはキリスト教よりか前なので、まあ、紀元前800年とか600年とかいう頃のものだと思うんですが、したがってキリスト教から見れば異教ですね。だけどもキリスト教は、まあ、あまりにハロウィンが自分たちの先祖のもの、つまりキリストが生まれる前のやや、中央ヨーロッパから北ヨーロッパにかけての宗教ですから、まああまり無限にもできないもんですからね、キリスト教から言えば異教なんですけど、まあイエスキリストがお生まれになったりが先にできてるもんですから、まあ異教だというふうな判断をしている人と、それからいやまあそこまでいいんじゃないかというふうに思っている人と、キリスト教でも2つに分かれておりますが、まあ日本ですと 何が神様だか分かんなくて、かぼちゃに、なんか目でも描いてそれで騒いでるっていう感じなんですね。で、12月になって、まあたまたま12月に結婚するとしますね。いつも言ってるんですけど、私はイエス・キリストの前で愛を誓う。いや、あなた結婚する、した時にもう嘘ついてんのっていう感じなんですよね。が12月にはクリスマス。クリスマスもまあ、教会に行くこともありますけど、例えば家にはクリスマスツリーを飾り、それからジングルベルとか、清しこの夜とかをまあ、かけて、子供には、靴下に、プレゼントを入れると、サンタクロースさんが来るよと、まあ、サンタクロースも、これ、キリスト教がちょっと難しい問題あるんですけども、まあ、12月のクリスマス、そして1週間も経つと初詣、神社に初詣行って、まあ、手を合わせる。しかし、これも心から手を合わせてるんですよね。別に親戚の手前とかそうじゃなくて、初詣して、お賽銭を投げて、拝んで家族の健康とか平安を願う、これ本当心からなんですよ。それからお墓参りに行くと、でお坊さんのお説教聞いたり、お墓の前で手を合わせると、これも心からなんですよね。で、私はこうなんとか日本のこの神というものについて回答を得たいと、憲法の自由、信教の自由との関係、それと全部、こういった日本人の奇妙な行動、これについて全部の、回答を得たいと。まあ、科学っていうのはですね、すべて説明できないと科学者は満足しないんですよ。ある意味で、説明ができるっていうのは、それはもう言い訳いくらでもできますんでね。で、まあ、2年ぐらい前か3年ぐらい前か、やっと私、ああそうかと思ったんですね。それはですね、日本人の神っていうのはですね、自分自身もしくは自分の家族、まあ仲間でもいいけど、それを作ったものなんですね。じゃあ自分を作ったものは何かっていうと、まあ一つは自然なんですよね。だって太陽がなかったら、冷たくて、マイナス240度ぐらいになって、これも生きていけないと。もちろん生命は生まれない。海がなければ生命は生まれない。山がなければ恵みがない。大地もそうだと。雷もそうだと。だから雷は日本では重要な神様ですね。それから狼とかそういう動植物ですね。これも神であると。まあ、立派なカシの木が生えていると。それはもちろん神様であると。それは自分が自然からできているということが分かっているからなんですね。それからもう一つ自分を作っているものは祖先なんですね。で、祖先っていうのは、
よく系統図で間違ってて、この前私ニュース女子でその話をしましたが、系統図出すと、例えば一番上にこう昔の人書くんですね、平清盛がどうのこうの本になって、ここで農民になってこうこうこうなって今の私がいるということを書くんで一本の線になってるんですけども、実は系統図の本当の系統図なんですね。自分から上に遡る、そう、自分から上に遡ると親が2人、おじいさんばあさんが4人、ひいおじいさんひいおばあさんが8人っていうふうに2の N 乗になるんですね。まあ、2の N 乗っていうのは恐ろしいもんでですね、今はちょっとこれを喋りながら計算したくなったんで、計算ができますかね。ちょっとこう関数電卓が出ないといけないんですけど、2の N 乗っていうのは実に厳しいもんで、瞬く間に、ちょっと計算が今やりながら喋りながらじゃ難しいんですが、瞬く間に2,4,8,16,32,64,128,256,25,512,1000いくつっていうふうにどん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 増えていきますので、人間は30年ごとに大体子供を産んできますのでですね、少し前になるともうすぐ10万とか20万とかなっていくんで、100万とかですね。したがってだから日本列島に我々住んでるんですけど、全員が同じ子孫なんですよ。全員が同じ子孫っていうのはどういうことかっていうと、自分の親を2人だと思えば自分と隣の他人とは違うんですよ。ところが自分の親が例えば20代前とかですね、50代前とか言うとですね、これはもう日本人全部同じ人間なんですよ。だって同じ遺伝子からできてるんですから。ただ遺伝子の組み合わせが違うっていうだけですからね。我々日本人は日本人を構成する遺伝子はみんな同じなんですよ。それからまあ途中でいろんなとこから来ましたね。朝鮮からうんと来たっていうのは僕間違いだと思いますけれども、朝鮮から引き上げてきた人っていうのはいますけどね。まあそこら辺は議論をするとして、いずれにしても我々の遺伝子は全部混ざってるはずなんですよ。だから、そういう意味ではですね、日本人は二つ置いたんですね。自然の神様。それから、自分の遺伝子である祖先。この二つを神としようじゃないかと。こう決めたんですよ。だからイエス・キリスト、もちろん神ですよと。お釈迦様、いやもちろん神ですと。ケルト人のハロウィンの神、もちろん構いませんよ。少し遠いけどねと。まあ、こういう感じなんですね。それからもちろん、そのうち祖先の場合はですね、自然の場合もちょっとそういうところあるんですけど、祖先の場合はどちらかというと、かわいそうな死に方をした人の霊魂を大切にしようという気持ちがあってですね、それ例えば戦争で亡くなった人、日本のために命を落とした人は靖国神社に祀ろうかと。だから靖国神社って全然思想に関係ないんですよ。軍国主義と関係ない。それは軍国主義に利用されたってだけなんですよ。だからもう利用はいくらでもしますよね。例えばキリスト教だって、キリスト、イエス・キリスト自身はものすごく立派ですよ。だけどイエス・キリストの名のもとにいくらでも戦争してるじゃないですか。汚いこともしてるし、十字軍もあるし、それから1500年から1600年かけてはイエス・キリストの旗を掲げながらアジア人の国を全部植民地してまた殺したじゃないですか。だからその宗教を利用するってことと、それからその宗教自身が悪いものだっていうこととは関係がないですよね。だからイエス、キリスト教は立派ですよ。だけどキリスト教の、ね、名のもとにこれだけ戦争があって殺戮があったじゃないか、コンスタンチノーブルを十字軍がもう降領したじゃないかとなんか言った。だからキリスト教は邪教であると言えないんですよね。別のものなんですね。だから私は靖国神社問題なんか何の問題でもないと、何を問題にしてんのっていう感じなんですけどね。それでもう全部が解決して、天井が開いたみたいになって気が楽になったんですよ。それで、その後はもう宗教の問題はもうことごとくきちっと説明できるようになったんですね。もう一つね、この私がなんでその目が開かなかったのか、日本の宗教を理解できなかったのかっつったら、やっぱりヨーロッパのことを勉強しちゃったからなんですね。ヨーロッパっつうのは多神教とか一神教とかですね、キリスト教と違う宗教だとか言って
宗教の概念自身が日本と違うんですよ。キリスト教とかそれからイスラム教なんかの宗教はですね、神様は自分が信じる神様だけなんですよ。それで教祖がいてですね、イエス・キリストとかマホメットとかムハンマドって言うんですけど、お釈迦様とか教祖がいて、教典、その人たちがお話ししたようなことをまとめたものがあって、戒律、こうしなきゃいけない、例えばクリスマスでは教会で聖誕を祝わなきゃいけない、イスラム教ですと日に5回、メッカの方に向いて礼拝しなきゃいけないとかって、こういった戒律があるんですね。日本の神道なんていうのは宗教じゃないんですよ、もちろん。だって日本は宗教じゃないっていうんじゃなくて、ヨーロッパ流の宗教の概念は日本にはないっていうことなんですよ。それだけなんですね。これが分かって、日本は多神教だというか、多神教かな、それはおかしいなと思ってたけども、これも解けたわけです。多神教とか一神教とか宗教、神教の自由なんてやつは、ヨーロッパの概念。このヨーロッパの概念がそのまま日本国憲法に書いてあるかとかでややこしい。それで論争が起きるわけですね。この際、私、キリスト教の人も、イスラム教の人も全部ね、日本の宗教を理解してほしいんですよ。日本の宗教っていうのは、多神教でも一神教でもない。何が神様かというと、自分を作ったものが神様だ。だから自然と祖先の魂だと、こういうことになるわけですね。ですから自然と祖先の魂を祀る。だから別にハロウィンで次がイエス・キリスト、日本の神様、それから、お釈迦様でも全然構わないんですよ。もう同時全部受け入れなんですよ。つまり宗教の概念が違いますから。どの人を信じるの？いや、そんな人を信じるとか、そんなケチくさい問題じゃないですよって、日本の宗教は。自分を作った自然、自分を形作ってくれた祖先、この二つが神様ですっていうわけですね。ですから、乃木大将、いや、立派な方だと。祖先だし、もちろん。じゃあ、乃木大将は私と血が繋がってないかと。いや、繋がってるんですよ。だってずっと遡れば、乃木大将ってのは私の、おじいさんの、おじさんみたいなもんですからね。だから大丈夫なんです。全部血がつながってる。血がつながってない人間っていないんですよ。だから日本の考え方は非常に偉かったですね。ただ恨みを持って亡くなった人は、優先してお祭りをしようっていうのはあるんですね。それから山に、自分の近くにある山に住んでいる神様は時々礼拝してお祭りなんかしなきゃいけないと思ってると。それはやり方としてそうだっていうのがあるっていうことですね。まあ私はね、多くの日本人はもう絶対、私はまあこれ、まあまた議論してるうちに違うとか、いろいろまた、実はね、私のブログにいろいろ寄せていただく人の意見っていうのはずっと読んでるんですね。一つはメールです。もう一つは、私のブログをいろいろネットに出してくださる方がおられて、その方のところにこう批評がついてるわけですね。コメントが。それを読みますとね、非常に参考になります。ああそうかと思いますね。もちろん虎ノ門ニュースとか本当の話とか、そういった私が出てる番組に、また虎ノ門ニュースはまあコメントがつけられませんが、本当の話なんかはコメント本当に役立ってるんですよね。そういうもので、私のこの日本の神様というものの考え方でおかしいとか、こういう点がちょっと問題じゃないかってのは、ぜひしてきていただきたい。私としても、天皇は神だってのは相当古いなんですけど、日本の神様が自分を作ってくれたもんだっていうのにはっきり気がついて、それに理論的な骨組みをつけたのはごく最近なんで、まだまだ欠陥があるんじゃないかと思います。